皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作役チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。先ほどの動画ですね、ちょっとちらっとお見せしたこちらの、デルのノートパソコンなんですけど、こちら開封していきたいと思います。その前にちょっとデルのノートパソコンについて、お話ししたいと思うんですけど、デルのノートパソコンのラインナップは、大きく分けて、6つありまして、インスパイロンというモデルは一応エントリーモデルとして、一番低価格で、入手できるノートパソコンなんですけど、その上が XPS、こちらの、ディスプレイが 4K になってたりするモデルですね。さらにハイエンドに行くとゲーミングパソコン、ゲーミングノートパソコンとしてエイリアンウェアというのがあります。ただインスパイロンよりは高性能なノートパソコンが欲しいけど、エイリアンウェアまでは手が出ないという人のためにある、その中間モデルなんですけれども、最新のチップセットとかが使えて、なおかつコストパフォーマンスに優れた価格設定がされているのが G シリーズです。で、自分が購入したのはその G7 の中の、プラチナっていうモデルで、ストレージが SSD の 256GB で、グラフィックが NVIDIA の GeForce GTX1060で、メインメモリが 16GB のモデルになりますね。それは相当早く触ってみたいんで、開封してみたいと思います。混ざってみる。ハイエンドのノートパソコンではあるので、ちょっとシャルフタかなり大きめです。では本体です。その前に、説明書、クイックスタートガイド、そしてドンと、はい、こちら今回、購入したのは自分はホワイトモデルです。ホワイトといっても白いのはこの天板とこの本当にサイドだけで、こっぱって開けた時の液晶と、キーボードは黒になっています。じゃあ開けていきます。天板はなんとなくパール仕上げっぽい感じになってますね。で、背面に G7 の文字が入ってます。で、背面のこの両脇が、スリットになってて、ここから放熱ファンの、風が出てくるみたいです。で、右側のインターフェースは右から HDMI、こちらサンダーボルト対応の USB-C、 通常の USB が2つで、ヘッドホン端子、本体の左側はこちらからSD カードで USB で、ここが LAN ポートですね。で、こちら IC アダプターで、こちらが盗難防止用のこのロックをつけるところですか。じゃあこちら開けます。デュンと、液晶のこのようにここを外します。飛行タクの液晶で、まだ映像映ってませんから全然わかりませんけど、一応、画面は見やすいかなと思います。
キーボードのこの、あのパームレストなんですけど、ここ、アルミになってまして、非常にこうひんやりして気持ちがいいですね。で、タッチパッドも結構大きいのがあって、このクリックが内蔵されてるみたいですね。こことここ、まあ、左クリック、右クリックと。で、まあ、こちらが結構敏感らしくて、こう指で触っちゃっただけでこうクリック反応したみたいなんで、まあ、ゲームとかやるときは、まあ、このタッチパッドをオフにしてやった方がいいっていう話は聞きました。で、キーボードなんですけど、見ての通り、はい、英語キーボードになってます。なんでわざわざ英語キーボードを選んだかっていうと、実はキーボードにバックライトがついてるんですけど、バックライトはこの英語キーボードじゃないとつかなくて、日本キーボードだと普通の、まあ、発光しないキーボードになるんですけど、まあ、別にそんなどうでもいいじゃないかって思うかもしれませんけど、まあ、今回だけちょっとこだわって選んでみました。まあ、肝心の重量なんですけど、まあ、この本体だけで 2.8 キロあります。なので、まあ、片手で持つとちょっとしんどいかなって思いますけど、まあ、両手で持ってもまあそこそこ重たい感じはします。電源ボタンがこのキーボードの右上にあるんですけど、一応これ指紋認証にも対応してますね。じゃあ電源入れてみたいと思います。バッテリー充電されてるかどうかちょっと分かんないですけど、ポチッと、はい、分かりますかね。キーボード青く光ってます。こんにちは、コルタナと申します。これからPC の設定に必要なサインインや Wi-Fi の準備などお手伝いさせていただきます。冒頭のご案内はこれくらいにして早速始めましょう。じゃあざっくり設定したいと思います。はい、というわけで設定の方終わりました。まあ、バッテリー残り少ないんで、充電しながら他のセットアップも続けていきたいと思います。はい、というわけでこの、デルの G7 なんですけど、まあ、普段はまあ、メインのディスクが SSD ということもあって、まあ、ほとんど動作がしなくて、静かなんですけど、これ実際、高い負荷をかけてみたらどのくらい、本熱ファンとかうるさくなるのかちょっと検証してみたいと思います。というわけでプレイするのは PUBG。音がなくなるとやっぱりちょっとファンの音が若干目立ち始めます。はい、ファンの音がだいぶ大きくなってきましたね。
まあ、ワンマッチ、速攻で終わっちゃったとこですけど、まあ、このキーボードの、だいたいこの真ん中あたりが結構熱くなってきています。で、キーボードの奥のこの辺ですけど、もうここがもう熱くて触れないです。まあ、熱くて触れないっていうことはもう60度以上、70度を超えてんのかもしれないですね、この辺が。で、この背面なんですけど、この背面の、排気口がこの、両サイドにあるんですけど、こっから結構あったかい温風が出てます。そして音も結構大きいです。まあゲームやってる分には、BGM が鳴ってますし、まあヘッドホンとかしちゃえば気にならない程度とは思うんですけど、はい、結構あったかい風が出てます。はい、というわけで、デルの G7 の開封とちょっとした動作確認いかがだったでしょうか。結構ですね、ゲーム終わってもまだファンがガンガン回ってて、まだちょっとこの辺が熱い感じです。まあ、動画のエンコードやるときも GPU 使ったりするわけですけど、その時もこうファンは回ったんですけど、それほどうるさい感じはなかったんですけど、やっぱりこういう高い負荷のゲームになると結構排熱に、結構、強烈にファンが回って、音が若干気になる感じですよね。まあ、今後どんどん、外に持ち出したりして、仕事とか遊びとかいろいろ使っていきたいと思います。それでは動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。それではまた別の動画でお会いしましょう。